演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーの 100% ストレートブラッドオレンジジュースとマンダリンジュースを飲みたいと思います。業務スーパーの冷凍ジュースですね。てかジュースを冷凍って本当今まで全く見たことないんですけど、どんな味なんだろう。ではまずはどっちから飲もうかな。ブラッドオレンジジュースは前に1回別の品物飲んだことがあって味は大体わかるので、いや、みかんジュースも飲んだことあった、それで言いたい。まあどっちからでもいいですよね、もうこんなおー、では来てください。なんかちょっと一杯やりたいときに、でもお酒は飲めない人にいいかもしれませんね。では飲んでみます。オレンジジュースの方はいわゆるオレンジジュースと聞いて想像できる味ですけど、すっきり感は本当に爽快ですね。どこか懐かしい、でも美味しい。はい、次はこちらのブラッドオレンジジュース、こちらを飲んでみたいと思います。あ、言うの忘れてましたけど、ちょっと氷を残した感じにまで解凍してシャリシャリとした食感を味わうっていうのもまたいいですね。はい、きちんと解凍できなかったということです。こちらのマンダリンジュースはいわゆるみかんジュースでちょっと甘めな感じですね。なので甘さを求める方はこちらがおすすめです。こちらのブラッドオレンジジュースはどっちかというと酸味が強い酸っぱいジュースで、酸味ですっきりしたいという方におすすめですね。どちらも柑橘が好きな方にはおすすめできます。あとは味の好みですね。というわけで味も本もどうにも方をつけがたいので両方ともこちらの点数とさせていただきます。あ、美味しいな、やっぱりジュース。年を重ねるとだんだんジュースを飲まなくなってくるんですけど、たまに飲むと美味しいですね。それで、蝶の舞、強情っぱりほどくかな。強情っぱりも蝶の舞の前では心がほどけていくのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。